はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ、アストロニアね、やっていきたいと思いますけどもね。はい、こんな感じになっております。はい、まあ、そんなに大して変わってないかなっていう感じもしますけどね。いや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 、ついにですね、来ましたよ、こちら。はい、ドリル強度3、ね、ローバーに取り付けることができるドリルヘッド。これね、付けました。やりましたね。これですね、バイトがね、足りなかったということなんですけども、はい、ご覧ください、こちら。緊急チャンバーをね、こう3つ体制にしてですね、はい、これもう順番待ちしてますね。はい、ガンガン行きましょう、ガンガン行きましょう。うん。でね、この緊急アイテムをね、こいつでですね、この大型ローバーでね、もうガンガン取ってきてですね、こんな感じでやって、で、晴れてね、バイトが溜まったので、このね、ドリル強度3をね、取り付けることができました。もうこれでね、もうめちゃくちゃね、楽しい。ということでね、今回は、この大きなローバーに乗ってね、この惑星をね、ちょっと探索というか、うん、まあローバーでね、いろいろね、走り回ってみたいということでございまーす。さあ、もう一度一応確認しておきましょうかね。ここにね、ドリルがね、ついてて、で、ここにね、舗装機がついてますよね。うん。で、ここにですね、液体の土砂中型キャニスター、そしてね、ここが、電力ですね、発電アイテムと、こういう風になってて、どうもね、仕組み的には、このドリルでね、ガーッと削った土砂はですね、ここへね、どんどん入っていく感じですね。で、ここに入ってる土砂を使って、こっちのですね、舗装機が、まあ、動くと。まあ、なんかそんなようなね、理屈みたいですね。うん。まあ、じゃあね、とにかくね、行きましょうか。どっち行こうかなということなんですが。とりあえずちょっとこっち行ってみようかな。あ、そうそう、ここね、ほら、こんな感じで、ここ道作ってありますよね。これね。こんな感じ、こんな感じ。はいはいはい。そう、このね、山があろうが何だろうがね、もう全部ね、削り倒していくというね。うん。こんな感じです。あ、これね、道作ってありますね。どうです、これ。めちゃくちゃ良くないですか？こんな感じでね、こう道ができちゃうんですよ。うん。よいしょ。はい、こう分岐点になってますね。こういう風になってるんですね。なので、まあ、整地するという部分もあるし、こっち行きましょうか。うん。なんか整地していくっていう感じもするしね。それから、まあ、なんか削り取って、どんどんですね。あ、ちょっと待ってよ。ここに爆薬が必要なものがありますね。うん。どんどんね、資源をね、回収していくっていうこともできるんですよね。はいはいはい。こういう感じ、こういう感じ。じゃあ、ちょっとこっからね、実際にやっていきましょうか。ちょっと待ってね。せっかくなら、どうしようかな。こう、北のあっちの方行きましょうかね。よし、じゃあね、行きますよ。ドリル。作動。おー、来た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 。はい、こんな感じ、こんな感じ。もうすべてをね、なぎ倒して、で、回収もどんどんしていくと。ですよね、ほらね。うん。なんで、こう、素材もね、資源も集まるし、道もね、切り開くということでね、これめちゃくちゃすごいですよ、これ。で、角度によって、この深さをね、合わせることができるんで、まあ、上の方に伸びることもできるだろうし、こう、下の方へね、ちょっとこう、入っていくこともできると。うん。なので、これ多分ね、このままね、ぐーっと下にね、入り込めば、なんだろう、その地中深くへね潜っていくこともできるんじゃないかなということですね。まあちょっとね、とりあえずはあんまり段差がつかないようにギリギリでいきましょうかね。まあこれ平地は楽勝ですもんね。はい、こんな感じですね。で、まあ電力をね使うんでね。うん、あっちのあの、あれ行きましょうか。あのね、ゲートウェイでしたっけ。せっかくなんで。こっからちょうど、こっちの方角ですよね。
よし、じゃあ、これ、ぐーんと、このまま向こうまでぶち抜いてみますか。どうなるかね。じゃあ、いきますよ。ああ、なんかめっちゃ盛り上がってきちゃった。あんまりね、段差があるとね、なんか後々面倒かなっていう。さあ、これ山の中行きます。おお、すごい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 。すごいすごい。こん、うわー。はい、失礼します。全部なぎ倒していきます。うわ、すごいな。山になっちゃったな。おお、道なき道を突き進んでいく。はい、っていう感じでね、もういきなりここまで来ちゃいましたね。すごっ、この切れ味がすごい。切れ味というか、もうなんかもう反り味みたいなね、すごいですね。でね、途中でね、どんどん削りまくったね、なんかほら、植物とかも全部ここにね、どんどんストックされていくんですよね、この上ね、ここね。うん。なので、きっとね、ここにもっと大きなね、スロットを、倉庫をね、ガーンとつければ、うん、そういう意味ではね、資源回収っていう風でも使えますよね。さあ、で、ここに来たのはいいんだけど、ちょっと待って、段差がきつすぎて。よいしょ。さあ、来ましたね。これ、また一緒か。ちょっとじゃあ、ここ削っときますか。はい、ね、一応、なんか岩がね、ああ、まだちょっとありますね。はい、出てる分ね、削りました。よし、これで一応起動できる状態にはなったかな。どうしよっかな。これね、この惑星をぐるーっと回ろうと思ったんだけど、ここにぶつかっちゃったんで、まあ、一旦戻りますかね。一旦戻って、これ起動しましょうか。せっかくなんで。おー。瓦礫か。まあ、拾えるものは拾っていくと。いう感じで行きましょうか。よし。じゃあね、一旦戻りましょうかね。うん。これ、帰り道もね、基本的には、そうそう、この舗装された道をね、辿っていけばいいので、あれ？ちょっと待ってよ。どっちだろうな。ここ。ちょっとここ浅すぎて、こっちかな？舗装された形跡。あ、こっちっぽいな。うん。こっちですね。いや、当初はね、あれなんですよ。歩きでね、テザーをずっと引きまくってね。まあ、テザーってあれじゃないですか。ね。なんかこう、来た道がわかるっていうかね、目印になるっていうことで、テザー引きまくってね、この惑星をね、全部歩いて回ろうかなと思ったんですけど、いやいや、もうこのね、大型ローバー、もうこれがね、手に入ったんで、もうこれでいいでしょ。ね、電力の心配も、まあ、まずはそうはないし、うん。でね、こんな風に分かりやすく、こう、道路みたいになっちゃうからね。はいはい、もう拠点すぐそこですよ。帰ってきましたね。よーし、ちょっとじゃあ帰って、さっきのね、ところ、解放しに行く準備をしちゃいましょう。はい、やってきました。あっという間でしたね。早い早い。もう歩きの探索とは大違いですね。よっしゃー。あれ？これ、オンにしてないんだけどな。ウィーンってなりましたね。そういうこと？あれ、前こんな風だったかな。なんだろう。あ、来た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 。あ、そういうことか。
あ、ファ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 ーン。で、これか。ファファファーン。えい、来た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 。久しぶりですね。で、なんかバリアみたいになりますよね、これね。はい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 。おおお、ラスト。これちなみに、あ、来たー。よーしよしよし、来ましたね来ましたね来ましたね。で、これ開けてみようか。あ、これあれか、2つ解放したってことでいいんですよね。アクティベート、あ、何これアクティベートって、ん、なんだこれ。色がね、暗いのがまだ1、2、3、4、5、これとこれが明るいんだけど、ちょっと待って、これなんだろう、アクティベートって。これやってみるか。うわわわわ、え、ワープできるってこと？これって最初にやったとこですよね。あ、すごい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 、これワープしたんだ。あれ、でもね、待って、どっから来たんだろう。老婆の位置が出てないぞ。これとは違うとこに行ったのか。明るい濃度、オリジン濃度、薄暗い濃度、南って書いてありますね。よし、戻るか。あ、来た来た来た。よく、まだわかんないけど。まあ、なんかでもこれ、帰ってきましたね。ちょっと待ってよ。気になる気になる。ここが、この場所が、どれなんだろう。明るい濃度っていうのが、これですよね。ここがオリジン濃度ってことかな。よくわかんないけど、とにかくですね、これワープできるってことか。なるほどね。じゃああれか、あっちこっちこれ解放していけば、結構早くパッパッと移動できちゃうっていうことですよね。うん。ただし人間だけっていうかね、乗り物と一緒にはいけないですもんね。なるほどね。よし、1個また勉強になった。じゃあとりあえずどうしようかな。老婆の旅を続けましょうか。どっから行こうかな。少し戻りましょうかね。これ今いる場所から今画面奥の方ですね。この画面奥の方にずっと進んでって、ぐるーっと回って、拠点まで行けないですかね。それやってみましょうか。あ、なんかすごい綺麗。あれね。ということは、こっちの方、ちょ、待って待って待って。こう進めばいいのか。こんな感じ？こう進んでいってみましょうかね。ちょっとね、画面がね、ナビがあると忙しくなっちゃうんで、これでいきましょうか。よし。とにかくじゃあこっちの方へ行ってみましょう。まああんまりね、これね、このドリルをね、起動してるとね、スピードが出ないんで、まあ、かなり時間かかるでしょうね。あ、やばいやばいやばい。空飛んでる空飛んでる。
ちょっと待って、今ね、あー、どっか行っちゃったな。緊急アイテムがあったんだけどな。下めり込んじゃいましたね。この下かもしれないな。まあいいか、諦めるか。完全にね、平坦に走るのもまたこれが難しい。これぐらいか。よしよし、これでいこう。ちょっと待って。これ。これはね、拾っていこう。あの奥にもあるな。で、このオーガニックとかはね、これまあ、いらないっていうか、まあ余裕があるので、よいしょ。こうして、あの奥にもありますね。あ、あそこめっちゃあるじゃん。ちょっと寄り道しよう。で、こっちから来たから、こっちですね。よし、じゃあこの向きで行ってみよう。いや、これね、単純にね、これだけでも楽しいですよね。うん。ちょっと待ってくださいね。さすがにね。こういうのを拾っていこう。いや、めっちゃありますね。これね、こういうなんかね、この青い森の中はね、これがめちゃくちゃあるんですよね、これね。これ。もう持っていけないですけどね。うん。あ、ほら、この上にもある。あれね、うん。ちょっと分かりやすいに下ろしておこうかな、下へ。これってあれなんかな、何回も発生、湧き直すのかな。ちっちゃいね、スキャンできるやつ、植物みたいなやつね。あれはね、なんかね、見てた限り、何回もね、スポーンしてましたね。時間が経てば。うん。だから、なんだろうな、なんか花とかね、木の実が、まあ、何度も鳴るみたいな。これ。これですよね。これはね、何回もね、出てくるので、なのでね、まあ、植物はね、むやみにあんまり刈り取らない方がいいような気がする。うん。大きいやつもそうなのかな？わかんないですけどね。よっしゃー、じゃあ先へ進もう。いやー、楽しいですね。別に、特に今ね、目的はないんですけどね。うん。あえて言うなら、こうなんか道を作ってるっていうかね、そういう感じですね。ちょっとやばくない？これ。すごっ。この高さの差が、すごいとこ来ちゃいましたね。いや、まあ、絵になるっちゃ絵になるんですけど。すごっ。うわ、これいいね。この絵面いいな。下にね、降りていく感じで行きましょうか。これ間に合うんかな、作るの。うわ、怖っ。
すごい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 。あーでもできてますね。おわーい。ちょっと待って待って、これは欲しい、これは欲しいな。まだありましたよね。銅、ああよし、ここねちょっと銅のね材料、クジャク石、よしよしよし、先行きましょう。これスタート。すごいなこれね。ちょっと時間があったらやってみたいなとふと思ったのが、これでね舗装機を使ってなんかなんだろうな、もう何百往復としてね全部整地しちゃうみたいな、そういうことやってる人いそうですよね。お、これはこれはもう拠点の方に帰ってきたぞ。ほら拠点のビーコンが見える。わすごっ、一周しましたねぐるっとね。さあこんな渓谷もねへっちゃらと、もうテザーが見える場所まで来ましたからね。うわー帰ってきた。そうか、割とあれか広いかなーっていう気もするけど、そんなになんか途方もない広さではないってことですね。うん、あー帰ってきた、完全に完全に帰ってきた。はい、ただいまー。ちょっと最後ねうまくあの高さ合わせたいな。よいしょ、いいかな、こんな感じかな。ちょっと盛り上がっちゃったかな。あーよし、ちょっとだけ直しますか。ほい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 、とちちちちち、オッケー、やったー、すごっ、つながったなですね。ちょっとじゃあもろもろ後処理しますか。はい、というわけでございましてね、今回はねこの大きなローバーにね取り付けた、このドリルとですね、それからこの舗装機のこのねナイスコンボですね、これ最強。もうこれでね、あとね、一応ここにね、キャニスターもつけてるんですけども、最高ですね。これ最高&最強。うん。もうこれでね、どこへでも行けると。それこそね、これ空に向かってね、ずーっと道伸ばすことも多分なんかできそうだし、逆にこの下にね、ぐん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 ずーっと掘ってって、そういえばね、なんかほら、このね、ゲートウェイチャンバーのところで見たやつで行くとなんか、このなんていうかな、この惑星の核というかね、なんか中心、下の方にもなんかありそうなんですよね。だから、どうしても行かなきゃいけないとは思うんですが、うん。そんなことでね、もうね、行けない場所はないということですね。まあ、この拠点のね、すぐそばの、洞窟も、ちょっとね、しばらく、こいつで足場作ったりね、やってもいいかなと思いますけどもね。はい、もうこれ最高、めちゃくちゃ気に入っちゃった。これすごい、これね、ドリルと舗装機っていうね、この組み合わせ。
ということでございました。はい、ということでね、今回はここまでとなります。じゃあね、またね、次回の動画でお会いしましょう。